神事には発表を禁止されている13巻があり、時が来れば発表されるとあります。近年岡本実氏により解読が進んだと言われていますが、先生はどのようにお考えでしょうか。また以前先生は筆苦神事について書かれていると聞きましたが、先生の作品に影響が出ない範囲で可能でしたらぜひ教えてください、ということですね。来年おそらく僕がやるべきことは2つあるんです。はい、一つが筆苦神事の霊感訳完全版ですね。それを出さなきゃいけない、はい、本当は、2014年に出すはずでしたが、2015年の方がいいと、劇的に世界が変わりますからね、はい、で、それともう一つがある預言者を復活させます、はい、で復活させる必要があるんですが、はい、本によってね、うん、だからまあ筆苦神事に関しましたら確かにね、言われてるんですよ。まだあるん、うん、ただね、いわゆるお筆書きに近いものなので普通には読めません、はい、普通の人たちが見ると丸とかバスとか渦巻きとかそういうものがダーッとあるだけで何のことかわからない、うん、でもある一定の法則性がありますからね、うん、まあこういうこと今やってろうとする学者がいないからどうしようもないんでしょうけど、例えばスーパーコンピューターを使うと本当は一気に翻訳可能でしょうね。そうですか。だってもう分かってるやつがいっぱいありますから。まあでもそれでなくても、まあ失われた部分ってそんな数多くないですから、まあおそらく来年あたり一部二部少しずつ出るかもしれませんね。あ、そうですか、うん、ただそれに何が書いてあるかが重要でね、うん、内容ですよね、うん、例えば第二次大戦が終わる頃のことが書かれていたら、さあ過去の証明になるだけで、今我々欲しいのはこれから以降何が起こるかでしょう、はい、だそれが書いてあるかどうかは分からない。なるほど。また同じノストラダムスの四行詩の中にも実は欠落したとこありまして出てないんですよ、はい、だそれもいつもね、なんか出る出ないとか、あ、見つかったとかあるんですが、ほとんどガセでしたね、うん、まあ、それも含めますといずれ、出そろうときは来るでしょう。ただうん、2014年から15年にかけては、2014年は第一次大戦100年祭ですからね、はい、まあ、祭りって言っていいのかどうか分からないけど、世界中でねそういう関わった国はいろいろ記念行事やってますけど、来年来ますね、ついにね、はい、うん、リアルの月ですね、はい、はい、まあ、そのためにイスラム国が出てきたわけでね、うん、